や、今ちょっといいかな。話がしたいんだ。本部の屋上で待ってるよ。データカードの解析ができたんだ。気になってるだろうと思って報告に来たよ。厳重なプロテクトがかけられていた割に出てきたのはファイルが一つ。そこには研究資料の一部、アークのマップデータと、あとはネットニュースのリンクがいくつかまとめられていた。同じ薬品について試作を繰り返しているらしい。資料に研究所の名前があったから、そこで研究中の薬品のようだね。おそらく研究所を襲撃したジェナがレギオンコアと一緒に持ち出したものなんじゃないかな。僕は機械専門だからよくはわからないんだけど、蘇生の一部がかつてアーク市民に支給されていたっていう抗レッドシフト薬に似ているようだね。人類を守る奇跡の薬って言われていた抗レッドシフト薬だけど、パンデミック事件発生を境に支給されることはなくなった。支給が停止された理由は不明で、噂ではパンデミック事件に関わっていたからって言われてたりするみたい。資料の薬品にも未知の物質が含まれているようだし、もしもこの薬が使われてたとしたら何が起こるか想像もつかない。してみるとこのところ警察やネウロンが手を焼いている事件に関するニュースだった。
何でも驚異的な身体能力を持ったハーミットって連中のことだ。ハーミット、警察はともかくネウロンの隊員がただの人間相手にどうしてここまで手を焼いているのか意味がわからないよ。それにハーミットはこんなことするような奴らじゃなかったはずなんだ。伝族と呼ばれ影に生き、弱い者のために自らの手を汚していたはずの彼らがなぜ。あ、ごめん、ジェナはどうしてこんなニュースを集めていたんだろうね。第09地区の詳細マップだよ。君とアキラが生まれた場所。パンデミック事件のせいで封鎖されてから約20年、今も汚染が残っているからって政府に見捨てられ放置されている。それにしてもこんなものがあるなんて僕でも知らなかった。特にアッパーズたちの住む5番街の情報がかなり細かく集められているのが気になるね。ジェナが危険を冒してまでこれを渡してきたのは何かを知らせるためだったんじゃないかな。犯罪者のことを信用するわけじゃない。だけど第09地区にはまだ大勢が暮らしているんだ。また何かが起きたらあの場所が一体どうなるか、そうなる前に確かめないといけない。だから僕は行ってみようと思う。僕にとっても大切な場所なんだ。だからこの目で確かめたいんだ。自分でやるしかないんだ。このデータカードのこと報告しても無駄だと思う。政府や研究機関はあの場所を見捨ててしまってるから確認を行うことすらしないはず。そうなったらおしまいだ。あそこはいくら君でも許可なく立ち入ることはできない場所だ。バレればレギオンの剥奪、逮捕すらあるかもしれない。このドローンならどこにでも潜り込める自信があるからね。それとも一緒に来てくれるかい？冗談だよ。でも君が来てくれるなら心強いと思う。何があるかわからないしね。さて僕はもう行くよ。善は急げって言うもんね。もしだよ、本当に助けてくれるならハーモニースクエアに来てほしい。着いたら僕のビーコンを追跡して、少しだけ待ってるからさ。協力感謝します。あとはお任せください。
これはなんという幸運、再びお主と相まみえようとは。これも何かの縁、また一つ手を貸してはもらえんか。おお、まことか。恩に切る。しからば身を低くするんだ。早く。立っていたのでは都合が悪い。店の中を見るでござる。テーブルに座っている二人組、男の方が最近この辺りで例の組織09解放戦線への勧誘活動を行っているとの情報を手に入れたのでござる。奴をマークしていればきっと組織に近づくことができると拙者は睨んでおる次第だ。男の方が席を立ったぞ。奴の後を追えば何か手がかりが得られるかもしれん。先日の手際の良さを考えるとお主に任せたい。やってくれるな。遅かったな。ボスがお待ちかねだぞ。すみません。ですが守備は上々です。今日も一人、今月に入ったすでに10人以上が。貴様はバカが殺につけられていたのか。お前たちにチャンスをやる。これを使ってそいつを始末しろ。できなければ分かっているな。格の男が居合わせたとは惜しいことをした。いや、しかしうまい。お主のおかげでまたこうして手がかりをつかむことができたのだからな。さて、今回は拙者自ら本庁へ送り届けてくるでござる。また問題が起きたのでは元も子もござらんからな。ではこの例はいずれまたどこかで。ごめん。
てくれたんだね。ありがとう。でも本当にいいの？許可なくゲート外へ出ることは政府が禁止していて、ネウロン部隊も例外じゃない。もしバレたら命令違反で処罰対象になってしまう。それでも一緒に行ってくれるの？ありがとう。じゃあまずは潜入捜査のための準備を整えないとね。隔離地区の人たちはユニオンに見捨てられたという意識が強いから、その服装のままでは警戒されてしまう。変装用の服を用意したから、まずはこれに着替えてよ。それなら誰が見ても警戒されないはず。あの扉から隔離地区に行くことができるよ。普段は許可がないと通行できないから、警備員に見つからないようにこっそり侵入しよう。でも扉を開けるには警備班長が持っているカードキーが必要なんだ。ちょっと危険だけど、警備班長からカードキーを奪うしかないね。どうすればいいかは、まあいつも通り縛っちゃえばいいんじゃないかな。それじゃあ頑張ってね。付近に潜伏している模様。各員は周辺への警戒を強化せよ。扉を越えてしまおう。警備員が巡回しているよ。見つからないように気をつけて。
に異常は見られない。警戒を解除する。ようやく入ることができたね。五番街はこの辺りで一番人が集まっている場所だよ。ここならきっといろんな情報が集まるはずだ。五番街の入り口はあそこだね。
早速中に入って聞き込み捜査を開始しよう。
今日もしけた面してやがるな。明日を頑張ると今日はこの値段で金が。
うも。ここの森この森。だっただ。ことを大きくしたくない。ここは彼の言う通り退散させてもらうとしよう。
情報は十分揃ったんじゃないかな。一度整理してみよう。まずはここに来て分かったことからだ。この町を牛耳っているのは、その名前ジェナの資料にもあったね。一つつながりができた。彼らは一体何をしてるんだろう。そうみたいだね。これだけ聞くといいことをしているみたいだけど、ハーミットはどうやって汚染から街を守ってるんだろう。ちょっとちょっと、薬が使われているらしいって言ってたじゃないか。薬の特徴について何か情報はなかったかな。効果はともかく、そんな薬をハーミットたちはどうやって手に入れたんだろう。町の外から来てハーミットと頻繁に会っているみたいだね。薬はその男が持ち込んだってこと。ファイルにあった情報は全てハーミットに繋がっていた。町の外から来た怪しい男も気になるね。ジェナはどうしてこれを知らせようとしたのかな。ハーミットか。いや、ここまで来たんだ。ためらってる場合じゃないね。彼らに近づく方法を探そう。会って真相を確かめるんだ。